はい、今日の一品です。まずはピーマンを2個、これを細切りにしていきます。次にソーセージを3本ですね。これも細切りにしていきます。次に大葉。これを10枚ですね。みじん切りにしていきますよ。そしてここで葉の部分の柔らかいとこと下の硬いとこで切り終わったら半分に分けておきます。フライパンにごま油を多めに敷いてピーマンとソーセージ、そして先ほどの葉の下の部分の硬い方を先に入れてピーマンがちょっとしなっとなるぐらいまで炒めていきます。ピーマンがしなっとなってきたところで市販の焼きそば麺、これを入れて炒めていきます。麺をパリッとさせたいので説明に書いてる水を入れてほぐすはしません。野菜で濡らしていきます。具が焦げないように麺の上に移動。麺全体がほぐれてきたところでソースの粉をですね、かけていきます。ソースが全体に絡んできて、出来上がったところで火を止めて、最後に柔らかい部分の大葉をもう一度追いオーバーしていきます。はい、これで全体に絡めて完成です。大葉たっぷり焼きそば、お弁当にどうぞ。